おはようございます。今日は4月の3日です。昨日でおしまちゃんとギャラリーが終わったので、今日はこれから、作品を片付けに行きます。それといよいよもって 統一地方選挙の行田市議会議員選挙とかいろいろな選挙が近づいてきておりますので、もう今日あれですね、今日4月3日ってことは埼玉県議会議員選挙告示日です。行田この地区からは鈴木誠二さんと柿沼隆さんの2人が立候補する予定だという報告がされてますけど、どうなんでしょうか。2人一騎打ちになるんでしょうか。今日まさに今ちょうど今市役所とかでもうすぐですね、立候補の受付とかが始まるんじゃないか、届け出が始まるんじゃないかと思います。それも楽しみです。皆さん選挙に行きましょう。特に若い方々選挙に行きましょう。よろしくお願いします。盛り上げましょう。はい。以上です。